宇宙物語、宇宙物語というもののその旅の中にありまして、旅路が動いてたんですね。私の旅路はですね、こう直球列車、ブワーッと直球列車に乗ってブワーッと行くんですけども、でその直球列車に乗ってですね、カーブ列車に乗ってバーッとカーブになったり、列車のカーブがあるんですけど、まあ、直球列車がこう通り過ぎた後にこの路線の切り替えをしてカーブ列車になったりとかするんですけどね。で私はですね、その直球列車から超特急列車に乗ってですね、その駅のホームがですね、あの手の形をしてでバーッと行って、そのゴールがバーッと出てくるわけなんですよ。でこれをですね、再現しようと思いまして、家に、電車のキットを買いましてね、でそれで作ってたんですよね。でそれで宇宙に行かんかいうことで宇宙にこう飛んでいったんですよ、ババッと。でそうするとですね、その列車がですねババッとなりましてね、でピロンとなるんですね。でなった時にですね、その宇宙がですね、ふわっと変わるんですね。変わった時にふわーっと星が降ってきてですね、ふわーっと降るんですけども、まあそういう星が降ったというよりも、星が流れていったってことなんですよ。流れていって逆回転時計したらまたぶわーっと戻ってきて、で、また星が同じ位置にある。まあこういう不思議な現象がたまにありまして、私はですね、思いましたね、流れている星が戻って、また元の星の位置に戻るとか、それからですね、その星がこう動いている時にですね、そしたらですね、そこにですね、UFO がですね、なんか知らないですけど、星のとこまで行ってファーッとするとですね、その星がファッと移動して、違うところに星が出てくるとか、まあそういうことも UFO はご存知なんでしょうね。で、まあ私はですね、その宇宙に旅しまして、いろいろ考えてたんですけども、そしたらですね、宇宙物語というそのクライマックスのところに来ましてね、でその宇宙物語っていうのがですね、続いていくのかなと思って、続くってなったんですね。続いていくようですね。